在外交換の名称及び位置並びに在外交換に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします法案の趣旨説明はすでに聴取しておりますのでこれより質疑に入ります質疑のある方は順次ご発言願います佐藤正久君、えー、自民党の佐藤正久ですあの、えー、在外交換の名称位置給与法については賛成であります、えー 特にあの、財金基本手当が今回、9か国の外貨建てになったということは、円安対策上も大きなメリットがあると思います。本日、えー、1, あの1ドル151円を超えたということもありますけれども、外貨建てにしたメリット、これについて外務大臣、ご答弁をお願いしたいと思います上川外務大臣。<laughs> これまで、えー、年度内に急激な為替変動がある場合におきましては、 物価変動も勘案した上で、必要に応じて政令を改正し、在勤基本手当の月額を、名称1給与法別表第2に規定する基準額の上下25%までの範囲内で改定することで対応してまいりました。しかし、政令改正による年度代改定にでは、手続きに時間を要するなど、急激な為替変動に適時対応しきれず、 為替リスクを在外職員に負わせている状況が根本的には解決されないという課題がございましたそこで令和6年度より毎年4月に財金手当の月額を外貨建てで決定し年度内はその外貨建ての定額を支給することにより財金手当の支給額が為替変動の影響を受けないようにすることとしたものでございます佐藤君、はい、ありがとうございます あのえー、自衛官が海外赴任する際に、の駐在部官とか警備官であれば、今回の外貨建てによってかなり救われる部分あると思いますけれども、えー、自衛官が軍の大学等に留学する場合、あの長期出張扱いで、防衛交流上、えー、家族同伴というのが通例なのに、家賃も出ませんし、日当も自衛官、個人の分しか出ないし、外貨建てでもなく、円建てでございます。 私がアメリカの式幕僚大学に留学した際も、えー、実際、約500万円を借金してあの、えー、1年間留学させていただきました、あの連絡官とかあの、軍の大学等に命令で留学する自衛官の処遇改善、例えば物件費でこの、えー、家を借り上げるとか、あるいはあの、えー、会議費等で国際交流行事の負担をすると、処遇改善を図る考えは、 ないのか、防衛省の方にお伺いします。防衛省三海人事教育局長え、はい、お答え申し上げます、えー。防衛省におきましては、えー、連絡官やあの軍の大学に留学する自衛官まあ、これらを長期出張者としてえー、ご指摘のとおり、えー、海外に派遣をしております。まあ、防衛省といたしましては。 例えば現地での住居を防衛省が選定、確保するといった支援を行うことによりまして、物価高、円安除類影響が、連絡官個人に及ばないように改善に努めてまいります。 また、連絡官や他国の軍の大学に派遣されている者の,の中にはです、ね、他国の軍人との人間関係の構築や、業務の円滑化に直結することからご指摘のとおり、節電やレセプションの参加が頻繁になる者がいると承知をしております。こういった他国軍人等々の交流機会にかかる費用につ、まあ、経費につきましては、国際儀礼上必要と認める範囲におきまして、国費で支出を行うこととさせていただいております。今後とも の長期出張者の適正な職の実現に向け努力をしてままいります佐藤君あの方向性はいいんですけれども、今回、その家賃を物件費で国が借り上げるという部分については、今聞いているのは、令和6年度は g キャップで派遣されるあの自衛隊には適用されても、えー、軍の大学とかに派遣される連絡官、要するには対象ではなくて、早くて令和7年度以降と。 というふうに聞いてますけどもこのあたりもできるだけ前倒しで実行で対応できるという部分もお願いしたいというふうに思いますえー、次に在外法人の安全確保について伺います今この、えー、提示しますこのゴルゴン13のこの漫画これ外務省が作ったものでさらにこのポスターというものも2種類等いろいろありますあの、えー、上川外務大臣も4代目高倉外務大臣として登場しておりますけどもこの冊子の作成の効果 及び普及策、これについて外務大臣、ご答弁願いたいいたと思います上川外務大臣あの委員ご指摘のおとおり、まあ、今般、外務省におきましては、2017年に発行いたしました、ゴール・ゴボ13の中堅・中小企業向け海外安全対策マニュアル、これの図法版を新たに3万2000部作成をいたしたところであります。 また海外に渡航・滞在する方の旅レジおよび在留届の登録、これを促すため、ゴルゴ13を活用した広報ポスター、ご紹介いただきましたが、これを新たに作成し、空港やまた在外交換等で活用することといたしているところであります。今回の増法版でありますが、昨年、スーダン、ニジェル、イスラエル、パレスチナにおける情勢の悪化に伴いまして、現地から邦人が、 退避する事態が発生したことを踏まえ緊急時の退避に向けた安全対策についての新エピソードこれを追加しているところでありますえ、情報版は外務省ホームページでも公開をしておりいつでも閲覧していただけるようになっておりますまた冊子につきましては今後全国各地の旅券の事務所また在外交換の窓口のほか企業関係者等に対し広く配布してまいりたいと考えております 佐藤君あのまさに配布先なんですけどやはり治安が不安定なところとか、あの在外邦人対策で大事なところというふうにも、傾斜配分でやっていただきたいというふうに思います。特に私、今懸念しているのは、やっぱり香港です。あの香港で全般あ、先般、成立した香港安全維持条例、いよいよ一国一二制度が、一国一制度、暗黒香港の始まりとの懸念を有する人もいます。何がスパイクに当たるのか 何が反政府行動なのか、定義が極めて曖昧なので、恣意的な運用、これもやろうと思えばやりたい放題、特に香港島に渡航する方々、香港在住の在留法にいっぱいいると思いますけど彼らに対する安全対策、これはどう考えているのか、外務省にお伺いします外務省、岩本領事局長今、御指摘のです、ね、国家安全条例、これがまあ成功されたことを受けまして、 あのまずはあの香港にあります日本総領事館から、在留邦人の方にも注意喚起を呼びかける領事メールを出させていただいたところでございます。今後もあの現地の情勢で,ですねしっかりとフォローしながら、在外邦人、また日本におられる日本人の方で香港に渡航される方の安全についてもですねえーしっかりと対応していきたいと思っております。佐藤君 中国の国家安全維持法と、この香港の条例、二重でかなり自由,自由な空間が狭くなっていると、もう窒息しそうな部分もありますので、ぜひお願いしたいというう思います。次に、金与正の日朝首脳会談に関する25日、26日を含む一連の談話について伺います。日朝首脳会談の重要性、これはあの理解いたしますが 今回の金与正のこの一連の談話、外務大臣、これは異例だと思われませんか。上川大臣この25日および26日に、金与正副部長が談話、これを発出したことは承知,承知をしておりますが、北朝鮮側の発表の一つ一つにコメントすることにつきましては、差し控えさせていただきたいというふうに思います。 佐藤君このあたりはねやっぱり異例とは異例と認めないと、中身じゃなくて、通常、外交交渉のものを外に出すというだけでも異例ですよ、しかもこれは2月に出して、それから40日という短い間の間に3月25日に出して、さらに官房長官の25日の記者会見を受けて、さらに翌日、26日にまたこういう談話を出すと。あのやはりこの 交渉の部分を表に出すということも異常であれば、この期間も異常、これはそのぐらいはですね、中身がどうのこうではなくて、やっぱりこういう部分については、これは外交交渉の部分を外に出すということは、これは異例というぐらいは認めないと、そこまで減り下る必要は私はないと思いますが、いかがでしょ。うか上川大臣 まあ、いろいろ、あの、えー、や、えー、やり取りの中の、あの、状況も、勘案しながらということで、ございますので。まあ、今、あの、の状況の中では、えー、一つ一つのコメントに、それ、それぞれについて、コメントするということについては、まあ、し差しさ差し控えさせていただきたいと思います。佐藤君。あの、非常にガードが硬いんですけども。<laughs> ただね、あの、これ、本当に、やっぱり、普通の国民からすると。 この交渉の中身をその,のを出すとか、異例でもあり、この連発で日本単独出すのは、じゃあ今までこういうのありましたか、役員ででも結構です外務省、岩本良次、あ失礼しました、外務省大臣官房、さん時間あ、えー、お答え申し上げます、あの繰り返しなり申し訳ありませんけれどもあの、一つ一つの北朝鮮発表のコメントにして、差し替え、コメントは差し替えさせていただきたいと思います。 佐藤君あのそう、ね。中身じゃなくて、今までこういうことはあ,あったかということです。はい、片脇参事官。あ、お答え申し上げます。えっと。あの、私の記憶する限り、こ、え、のー、連日でということは、あの、ないかと承知しておりますけれども、いずれにしても、ちょっと今。大臣申し上げた通りでございまして、えー、北朝鮮の発表の一つ一つについては、なるべくコメントを差し控えさせていただきたいと思います。 あの非常に厳密なことは分かりますけれども、あまりにも日本側が何にもコメントしないって言ってしまうと、やっぱ足元を見られてるというふうに、やっぱ国民は思ってしまうんですよ。あまりにも前のめり感があって、足元を見て、向こうがいろいろ高い条件をつけてると、拉致問題もそうですけれども、外務大臣、日本が北朝鮮の核ミサイルについて CV i d これはもう日本政府は放棄したんでしょうか。門脇さん時間 お答え申し上げます安保理決議は北朝鮮によるすべての大量破壊兵器とあらゆる射程の弾道ミサイルの完全な検証可能なかつ不可逆的な廃棄、いわゆる CVID を規定をしており我、我が国としてもその決議に従った対応を求めていく方針に変わりはございません向こうが、ね、北朝鮮が出してきた2つの条件の,この核ミサイルの CVID も維持するし、拉致問題も解決してないという。 基本ラインも維持しているわけですから、そのぐらいはね、堂々と言わないと、あのそれがね、そこまで言わなければ、非常に足元を見られて、じゃあ、核ミサイルは日本、放棄を求めないとなるとう、全然これが、えー、日米、日韓関係でもおかしくなってしまいますし、ただ今回、あの金与正氏はこう言ってるんですよ、結局、日本が求める日朝首脳会談は、岸田総理が史上最低の支持率を意識したもので、 政略的な打算に基づくものとしていると、ふざけてますよ、こんなこと。これこそまさに足元を見られていて、岸田総理が自分の支持率を上げるために日朝首脳会談を使っていると、こういうものには日朝,日朝首脳会談を使,っ使うのはおかしいと、向こうから言われてどうするのかと感じもしますし、しかも今回、結局いかなる接触も交渉も無視し、拒否すると、まあ、これを向こうの焦りと取るのか、あるいは、この、 どちらかというと、向こうのなんていうのかな、日本に対するさらにハードルを上げたという部分もあるかもしれませんけれども、こんなふうな部分は、ある程度ね、毅然とした態度を示すと、つまり、日朝首脳が大事ですよ、でもあくまでも CVID とその拉致被害者、全員救出、この2つの条件は、これは譲らないという姿勢で外務大臣、望む望、むとここは大丈夫ですか。 上川大臣この,あの今でございますが、まあ、拉致被害者のご家族、これがまあ高齢化になる中にあきまして、えー、時間的制約のある拉致問題、これはひとときもまあ揺るがせにできない人道問題であると、そしてすべての拉致被害者の一時も早い。 国帰国の実現に向けて全力で取り組んでいくと、そういうあの考え方の下で、岸田総理でありますが、これまでも北朝鮮との間の処刑案の解決に向けまして、金正恩委員長との間の首脳会談。 これを実現すべく総理直轄のハイレベルで協議を進めていきたいと述べてきているところでございます諸問題の解決を図るということでありますがまさに各ミサイルの開発も含めまして今北朝鮮からの非常に厳しい状況を 厳しいというか、非常にこれが繰り返されている状況については、まさに我が国のこおよび国際社会、また地域の平和、この安全を脅かすものでございます。その意味では、国際社会と協力をしながら、関連する安保理決議、この完全な履行を求めまして、北朝鮮の核弾道ミサイル計画の完全な廃棄、これも求めてまいる考えでございます佐藤君時間が来ております。 官房長、言われたように、やっぱりいかんだぐらいは言わないと、もうコメントを差し控えるって、やっぱり、かれ弱すぎるし、前提条件なしで首脳会談を行えばいいんですけれども、その前提条件に向いた2つ、二つはやっぱり譲っちゃいけないという前提の下であで、首脳会談、ぜひ、実現に向けてやっていただきたいというふうに思います以上で終わります。